聞かねえな。十尾が手加減なしと。遅かったか。いや、ぴったりだぜ父ちゃん。湊、相変わらず早いの。四代目、貴様わし以上の瞬身使いよの。よし、始めるぞ皆の者。ほかげ様たち、なんで？オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に？おう、みんな俺たちの知ってるあのホカゲたちだってばよ。貴様まで復活したとはな。嬉しいぞ柱馬。お前は後、まずは十尾を止める。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達も直に来る。彼も味方だよ。さて、これってナルトと同じ？まさかとは思ったが、ミナトはね。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かってる。このわしを分けてるのは封印しきった男だ。おかげたち、行くぞ。忍法、史跡用心。さらに俺だけ加えての戦法、明神門。来たな。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。さくらか。どういうこと？本当にサスケくんなの？てめえ、何しに来やがった？なんでサスケくんがここに？いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がほかげになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺がほかげになり、里を変える。ほかげになった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者がほかげになるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。ほかげになるのは俺だってばよ。そんなにほかげに憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。押す。私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よーし、さくらちゃん。私が二人に届かない
か弱い女だと思ってる？よっしゃ、第7班ここに復活だってばよ。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう、木遁、木分身の術。俺の分身が結界に出入口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り、奴を打ち破るのだ。行くぞ。
く。あのでけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ、このまま焼き尽くす。おい、サスケ燃え尽きろ。そろそろか。オビト、お前のかつての夢はホカゲになることだった。ナルトはな、今でもそうなんだよ。お前は知らず知らずのうちにかつての自分と今のナルトを重ね、ナルトの言葉をかつての己の言葉として聞きたがってる。お前自身、かつての自分に否定されたいと望んでいるんじゃないのか。ナルトの心の内が分かっているからこそだ。その全てを否定してやりたくてね。それともう一つ言っておくが、お前が俺に対して後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ。俺が戦争を起こした理由がお前と凛のことだけだと思っているなら、見当違いもいいところだ。知っているのさ、全て。あの時凛は霧隠れにさらわれ、賛美の陣中力にされていたことも、そして美獣の力が暴走することを恐れ、凛が自ら選んでお前の手にかかったことも。それを知っていてなぜ。俺にとって凛を守れなかったお前は偽物だ。そして凛は俺の中で死ぬべき人ではない。よって死んだ凛も偽物でしかない。こんな状況ばかりを作ってきた忍びのシステム、里、そしてその忍びたち。俺が本当に絶望したのはこの世界そのもの、この偽物の世界にだ。ナルトが言ったはずだ。心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだと。今のお前はその本物の凛も消そうとしてるんだぞ。カカシ、俺はもう空っぽなんだよ。
風穴の開いた俺の心はもう痛みすら感じない。だから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのか。そんなもので本当に心の穴が埋まるとでも思ってるのか。ではこんな世界にいてどうやって穴を埋める。オビト、心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ。綺麗事をグダグダと。現実を、この世界の仲間との思いを捨て切ってこそ本当の幸せがある。忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。そして仲間の思いを大切にしない奴はさらにそれ以上のクズだ。で、俺がクズだとしてどうする。クズな俺をクズなお前が改心させるとでも。残念だが俺にはお前を変えられるだけのものが見つからない。もうお前にしてやれるのは死だけだ。来い。では忍び組み手始め。間違いだってことをお前なら分かってるはずだ。毎回毎回やられてばっかりなのによく飽きずに挑んでくるよね。お前のそういうところだけは認めてやるよ。やられてばっかりじゃねえよ。よし、今のオビトを殺すことを本気で行く。待ちかねたぞ。そろそろ俺を輪廻転生させる頃合いだ。オビト、お前は俺を蘇らせるために手なずけておいた予備に過ぎん。ここからは俺
俺の時間だ。この感じはそういうことか。お前だったのか。これを、まあいい。飛来神のマーキングは決して消えない。それは教えてなかったね、オビト。なぜ？あっけなかったな。あとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。終戦と決めつける裏切り者の同胞よ。これは、気ぃつけろサスケ。あいつはもう今までのオビトじゃねえ。どういうことだ。マダラに操られてるのを振り払って、あいつは最初からずっとこれになるために印を結んでた。多分十尾の力を吸い取る術だ。なんだと。お前の言ってることが正しいのであれば、やつは今のオビトは十尾の神中力だってばよ。こうなっては俺が
もう待ったはなしだ、柱間。まずい、このままでは。木遁、木部位真の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ、トビラマ。サルトビ、おう。劉備の陣中果たして刹那の間も気を抜くな。よいな、気を抜かずともどうにもならない。それほどの力を手に入れたのだ。これはすごいな。どうなってしまったのは観音教に送り込んだわしのせいでもある。許せ、オビトよ。もっとさらに木竜の術、詫びなら不要だ。元から失敗していたのだ。あんたはそれに気づかせてくれた。それだけだ。失敗のない世界、その幸せをお前たちはなぜ否定する。登場起爆符だ。であるとは限らん。考えよよ、あっさりすることで成長する。幸せとはその先にあるもので。ではその失敗の中で二度と取り戻せない。人は後悔し、妙だな。まるで手応えがない。なるほど、この体、十尾が入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでほかげを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、おかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから、木の葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。
だから行こうぜ、父ちゃん。ああ、行こう。バカにしたてめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。邪魔をするな、まだら。こうなってはやらねばならないことがある。何のことだ。もう少しお前をいただく。くっ扉間を少し褒めてやりたいことだな。本気のお前と戦うことができる。本来ならばもう叶わなかった戦いだ。現在の木陰に比べ柱間、やはりお前は俺を楽しませてくれる。知っているか、戦闘今の世は太い真数戦術頂上見物。求められているものが違う。力は全てではない。違うな。決してものを言うのは力。必ずお前の考えは甘い。こいつはすでに死んだ存在だ。現在の世に干渉するのはやめろ。死んだ存在？誰がそんなことを言う。俺はかねてよりこの時を虎視眈々と計画を。さすがはマダラ。この程度では終わる気がせぬ。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか。真珠？まだ人がチャクラというその概念すら持たず絶え間なく争い続けていた遥か昔、真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から真鍮として崇められていた。ある日、
千年に一度なるという実が真珠に宿った。その実には決して手をつけてはならないという伝承があったが、争いに勝つためそれを口にした姫がいた。名は大筒かぐや。それが最初にチャクラを持った人だった。そしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒羽衣。チャクラの教えを説き忍衆を始めた忍びの祖、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の身に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか。その身に人が手をつけた時より人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられたのだ。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ、だがほんの少し違う。どういうことだ。すべてをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ、それをなすのはオビトでも他の何者でもない、この俺だ。なぜだ。なぜそうなってしまったのだ。お前は己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやろう。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しもう。大丈夫かい。厳しそうなら一旦俺の後ろに下がって時間を。そうやってまた何かを守る演技をするのだな、あんたは。だが今度も救えない。己の妻も部下も救えなかったのだ。そんなあんたが他の何かを守ることなどできはしない。ナルト、明日が何の日か知ってるな。そう、港とクシナの命日だ。両親が死んだ日だ。たとえその時に夢を抱いていたとしても、死ねば終わりだ、この世は。そうだった。なら明日は俺の生まれた日だ。いいか、終わりじゃねえ。俺がこの世にいる。俺がこの世にいるか。ガキの苦しいザレ言にしか聞こえんぞ。今はガキで十分。けど俺だっていつかはガキを卒業する。それはお前の言う夢の中でじゃねえ。お前を倒した後の先の道でだ。もはや道など存在しない。いい加減諦めをしてる。俺の中には諦めなんてもんはねえ。最後に勝つのは俺たちだ。消えろ。ぶっ飛ばす。距離を取る。距離を取る。行くぜ。
しぶてえな。やつらの攻撃自体は大したことはないが、これ以上調子に乗らせるわけにはいかんな。なんだ。始めるとするか。これは。弾けろ。なんだこれは。逃げろ。サスケ、無事だったか。もうじっとしていろ。お前らは十分耐え忍んだ。そのままでいい。この世界はこれで。ナルト、もう終わりか。俺は行く。またあいつが一人で。違う、行かせねえ。後悔したくねえんだ。やっときゃよかったってよ。サスケ、俺も行くってばよ。ジュゴ。分かっている。ジュゴの力はそもそも戦術の力。それを利用するってわけ。後悔は先に立たんぞ。いいんだな。後悔は先に立たねえかもしんねえけど、やらずに終わったら残るのは後悔だけだ。行くぞ。おう。なぜここまで抵抗する。もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。戦争は時間もう終わっている。終わってねえよ。この時点で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。
お前を倒すには十分な時間だ。ナルト、次で決着をつけるぞ。お、眠るのは明日、腕は自分で見る。もうこの世界は終わるのだぞ。なぜ戦う？運動だからだ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だからだ。お前たちごときにこの俺は止められん。なめんなよ。うがちゃらだ。
続きや。消えろ。思いの強さが剣に宿る布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ決めるぞ。のチャクラだ。引っ張り抜くぞ。よっしゃ、みんな一斉に行くってばよ。俺が、この俺が後悔しているというのか。お前は俺に誰でもない、誰でもいたくないって言ったよな。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない、誰でもいたくないのさ。覚えてるだろ。でも本当は俺と一緒で火影になりたかったんだな。あんなものを捨て切った過去と甘い自分だ。面して自分隠したってダメだ。どんなに言葉でごまかしても、あんたが内葉帯人だってことは変えられねえんだ。今さらその名に何の意味がある。俺はもう人ではない、次の段階へと人々を導く者、第二の陸道仙人だ。違う、お前は内葉帯人だ。俺とそっくりな内葉帯人だ。両親を知らないことも、自分にとって大切な人がいなくなったことも、孤独を知っていることも。だからいろんな人に認めてもらいたくて、あんたは火影を目指した。それも俺と同じだ。それなのに
あんたの今を見てみろよ。俺と同じ夢持ってたあんたが、火影とは真逆になっちまった。いや、俺のやっていることは火影と何ら変わらない。それ以上だ。平和を実現できるのだからな。お前、それ本気で言ってんのか？そうだ、そう思っている。行き先もはっきりせず、わざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない。仲間の死体をまたぐだけだ。はっきりした行き先があり、近道があるなら誰でもそちらを選ぶ。何言ってんだお前。俺が知りてえのは楽な道のりじゃねえ、険しい道の歩き方だ。その二つの道の行き着く先が同じだとしても、そういうのか？一方が険しい道だって最初に誰が教えてくれんだよ。結局誰かが歩かなきゃそれも分かんねえだろうが。火影ってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。火影になるやつに近道はねえし、なったやつに逃げ道はねえよ。そうだろ。お前が歩いてる道は逃げている道だ。だからだ、みんなを巻き込んでお前の道をこのまま突き進むのは許されることじゃねえ。こっちの道へ来て、うちが帯人として、木の葉の忍びとしてきっちり罪を償ってもらう。違う、俺は内葉帯人を捨てた。俺はもう自分を隠すのはやめろ。お前はお前だ。逃げんな、こっちへ来い。なんなんだお前は。なぜお前は俺を惑わせる。俺はやっとここまで来たんだ。俺は逃げていない、間違っていない。もう自分を隠すのはやめろ。俺は隠してなど、俺は
何を怖がってんだ。もう分かってんだろ。自分の中で答えは見つかってんだろ。俺は強がってんじゃねえ。自分を隠すんじゃねえ。俺はお前は火影を目指してた木の葉隠れの内川尾人だ。父ちゃんもカカシ先生も俺ももう見逃さねえぞ。お前のことはちゃんと見てんだから。怪我してんのに無理して、うん、強がって傷を隠してもダメ。つまんない意地張らないでよ。オビト、オビトは火影になるって言ってたよね。だったらあなたを救うことは世界を救うことと一緒。そうでしょ。頑張れオビト。私信じてるから。火影になってかっこよく世界を救うとこ見せてね。行くぞ。今のあんたのその心の底に残ってる本当に大切なものを裏切るんじゃねえよ。そしてそれとつながってんのは決して今のお前なんかじゃねえ。もう分かっただろ。お前は内川尾人だ。いいから来いこの野郎。なるとみんなの力をなめんなってばよ。俺は負けたのか。先生、詳しい話は後にしよう。今はこいつのけじめをつけさせてくれ。父ちゃん。ナルト、ここは俺たちに任せて、お前たちはマダラの封印に向かってくれないか。俺とカカシはオビトと話がある。行くぞサスケ。覚えてるかい、4人でこなした任務の数々を。凛は医療忍者として君たち2人を必死に守ってた。こんな状態を望んじゃいなかったろうね。でもそうさせてしまったのは俺の責任だ。凛を守れなくてすまなかった。凛は俺にとっての唯一の光明だった。凛を失ってのち、俺の見る世界は変わってしまった。真っ暗な地獄だ。この世界に希望はない。マダラになり変わって世界を歩いたが、さらにそれを確信するだけだった。このシャリンガンをもってしても結局は何も見えなかった。何もなかった。俺もはっきりは分からない。はっきりとは分からないが、目を凝らして見ようとはしたんだ。お前がくれたシャリンガンと言葉があれば見える気がしたんだよ。それがナルトだってのか。なぜ奴にそこまで。今のお前よりは失敗しないと断言できるからだ。なぜだ。
あいつが道をつまずきそうなら俺が助ける。なぜ奴を助ける？あいつは夢も現実も諦めたりしない、そういう奴だからさ。そしてそういう歩き方が仲間を引き寄せる。つまずきそうなら助けたくなる。この地獄に本当にそんなものが。お前だって見ようとすれば見られたはずだ。俺とお前は同じ目を持ってんだからな。信じる仲間が集まれば希望も形となって見えてくるかもしれない。俺はそう思うんだよ、オビト。つまんない意地張らないでよ。行く？かもな。俺も。いいから来い、この野郎！そう。あとは封印するだけぞ。オビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だがせっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を？かつて俺が利用しようとしていた男ナガトが俺を裏切った手段、けど輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。もういいだろ、雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。クロゼツけど輪廻転生の術。やっとまともに戦える。やはりこの体でなければ、血は筋肉踊ってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。マダラ、何を狙って？柱の。かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。ウチハと千住、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする、そういう捉え方もできやしないか。まずい。奴が次に狙うのは。さあ次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、
お前も早く微重化しろ。今は無理だ。クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。このうちだ。そろそろお前には眠ってもらおう。宇宙のもろだ。宇宙のみんなはやっと自由になれたんだ。二度とてめえなんかに失敗させやすい。畜生と友達くるんだ。おめでたいやつだ。なるほど、やはりお前は普通の研究員ではないな。まあ柱の最後を持つ俺には多少の傷など無意味だと。クラマ、チャクラはまだ溜まんねえのかよ。もう少しで溜まりきる。追い詰めたってばよ。このままぶっ潰してやる。今だ！おう、重ねろ！なりました。マダラ様、持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは十尾の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒だ、見ておけ。陰謀変獄。何かしてくるかもしれねえ。注意し。何しやがった。さて、檻に戻れ、畜生ども。すげえ力だ。これ以上は。みんな、これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は…ん？ナルト！シオンが…美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今、死の淵にいる。だが、まだ助かる。すぐに四代目の元に向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け、残された時間は少ない。
お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。生を受けたことがあんたの仇となる。江戸転生のままが良かったと悔やみながら行け。さて、お前は数少ないウチハの一族だ。どうだ、この俺と組む気はないか。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。まあいいだ。この道をお前に残された時間は少ない。お前は生き返ってまで何を望む。わしの時代はとうに終わっている。柱間のマシエナとの だが、この世界は失敗した前任者柱間のものだ。死にかけの患者には荒療治が必要だ。それが無限月読みだってのか。そうだ。それこそ俺の望む本当の世界、犠牲のない世界。なるほど。お前の描く世界全くの理解がないわけではない。だがそれはお前の出しゃばるべき夢ではない。やはり貴様とは意見が合わない。とにかく何とは違い、頭を使っての行動が得意のようだな。さすがそれでいい。ウチハは交渉に戦うべきだ。さっさと呼べ。始めるぞ。確かにお前は脅威そのもの。だからこそわしがここで仕留める。五条起爆符だ。上出来だ。あとは好きにしろ。まだだ。そのまま眠っていろ。もうこの世にはお前は必要ないのだ。終わりだ。気をつけろ。奴は何かを狙って。うわー、なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。どうしたの？サスケのチャクラが。
たは強い。あんたは負けない。あんたは行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に絶対に死なせるもんか。死へと歩むナルトとサスケ、うつつと黄泉の合間、そこで二人が見たものは、そして時は急転する。自称決戦の章。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志は